数年前に、京都の鴨川で見つけた石があって、まあそれで日本でその石を持ち歩いてパフォーマンス等をしてたんですけど、まあそれをなくしてしまって、まあそれが何でなくなったのか今もわからないんですけど。ほんで、デンマークにのコペンハーゲンに企画で行く機会があったんですけど、その時にそのなくした石とすごい形も、まあパッと見すごい似てる石を参加作家の、方が持ってきていて、でそれで「あ、これなくした石と一緒や」みたいな感じで、まあそのデンマークで見つけた石を、なくした京都の鴨川の石としようっていうふうに、ちょうどポーランドでその時に展覧会をすることが決まっていたので、でじゃあその石をデンマークコペンハーゲンからポーランドワルシャワまで運ぶっていうものこと自体を展覧会の核というかメインで考えようって言って、それで去年無事にその石をワルシャワまで運んで、その展覧会をポーランドで行って無事終わりました。その石がまだワルシャワにあって、本当はその 今年ワルシャワから、日本まで持ってこようというプランを立てていて、でそれで、まあ、ロシアを通っていくんですけど、まあ、そのロシアをどうやってその行くかっていうそのプランを考えてたりとか、日本にどう運ぶかっていうのを、まあ、ずっと考えていた段階でした。で、ちょうど展示会場、予定されていた展示会場がイサム・ノグチさんの作った「モエレ沼公園」っていうことで、今年の1月に初めて行ったんですけども、なんかこう展示会場、そのイサム・ノグチさんの作った彫刻の公園にこう石を展示することが自分たちとしてもなんかすごいいいんじゃないかなと思って、なんかこう僕たちは彫刻家ではないんですけども、こう遠くからずっと運んでくる石もある種彫刻になり得るんじゃないかなっていうふうに考えていました。まあ、その、そうですね。でまあ制作がまあそれでいろいろその無事にポーランドの展覧会が終わって、そっからじゃあどう次具体的にどうロシアを横断するかとか考えてる中で、こう展覧会が中止になったということで、今はもうそれ以上進んでいないんですけども。まあ、だからいつかその、まあ、展覧会中止になったけど、まあ、いつかその石を今ワルシャワにある状態なので、でそこにトラックに乗ってる状態なので、まあ、それを今後、まあ、取りに行ってロシアをまた、ロシアをトラックで横断して日本に持って帰ってくるようにしようと思ってます。なんか1月にモエレ沼公園見た時に、いろいろこう斜面をスキーで滑り降りる人とか、あと雪の中をこうスキーで歩いてる人とか、なんかいろんな動いてる人たちを見て、自分たちがもしここに石を持ってきたら、その石と一緒にヒスロム3人なり友人を呼ぶなりして、モエレ沼公園で
もう思う存分まずは遊びたいなっていうふうに考えてました。まあ、その夏にそのポーランドから石を運んできて、まあ、1、2ヶ月かけて日本に上陸してきて、でその後に北海道をいろいろ回って石と一緒に回りながら撮影したり遊んだりしながら燃え出に到着っていうことを考えてて、だそうなるとまあ秋か9月10月ぐらいとかに燃え出に到着して、そこで山武之内さんの彫刻と、まあ、僕ら持ってきた石となんかどう関われるかなみたいなことを考えていました。なんかその燃え出沼公園で思う存分遊ぶ中で、その気になるポイントをいくつか抽出選んで、そこに自分たちがトラックに積んでポーランドから持ってきたものを会期中展示したいなぁと考えてました。なんかイメージ的にはこう、お堂だったり、お地蔵さんの小さな小屋みたいなものを作って、その中で自分たちがポーランドから運んできたものなり、道中で見つけたものをその中で展示できたらいいなっていうふうにイメージしてました。まあヒスロムの自分たちのそのコンセプトみたいなというか大事にしてる部分として、まあフィールドプレイって言って、まあで、自分らの行為を呼んでるんですけど、まあその土地で、自分らの体を使ってその遊ぶっていうか、まあ遊びっていうのは、まあその、まあその場所と関わるっていうことは、まあ自分らなりに遊びと言ってるんですけど、まあ、その中で経験したこととか、実感したこと、まあ、体を使って遊ぶっていうことが知るものを知るっていうことで、まあ、その体験みたいなことを、結構があって、何かものを作るとか、まあ、その体験を映像として記録して、まあ、います。で、そこからものを作るとか、なんか、ものを書くとか。っていう、まあそのフィールドで遊ぶっていうことが結構自分たちの大きなポイントとしてあって、まあイサム・ノグチさん燃え出沼公園もそのプレイグラウンドっていう、コンセプトで、作られた公園で、まあその、まあ芸術祭側が、自分たちをこの公園でっていう会場設定をしていただいたのは、まあすごく相違がある、大きくまあ、重なる点が多い場所だなと思って、すごくまあ期待みたいなのはありました。まあ、具体的に言うと、まあ、石をまず転がしてみるとか、その地形に沿った中で石を転がしたり持ち上げてみるなり、なんかこうどう石と関わるかで、僕らはまだ石の正確な重さとかまだ知らなくて、そういうことを自分たちの体を使って石と戯れる中で石の重さを知るだとか、石の種類を知るだとか、よりこう石のことを理解するようにできたらいいなと思っていました。このテーマを聞いた時に、まあその前からそのロシアを横断する石を運ぶっていうのはなんとなく自分たちの中では考えていて、で何かこのテーマを聞いた時にまあ少し思い返すと、こうできるだけそのなんか横断する時とかにその、まあ、例えば飛行機を使うとかではなくて、フェリーで行くとかもあるけど、なんかそのできるだけその自分たちとその、関わるものが同じぐらいのスピード、すごいゆったりとしたスピ
ピードというか、なんかそのできるだけ時間を引き延ばして遅くゆっくりで何か物事を考えれたりとか、こうなんかとっさの出来事にもなんか対応してまあなんていうかそのプランを決めきらずに、なんかできるだけ偶発的なことをにどんどん転がっていくみたいな、なんかそういう地続きでの経験っていうものをなんか大事にしたいなとは思いました。あとそのまず自分たちがやりたいことが先に決まっていたので、タイトルテーマよりで、そのテーマを聞いた時に思ったことが、そのここで生きるっていうことが、そのロシアの大陸を移動するときに時差が8時間ある時差がだんだん時差がこう日本に近づくにつれて時差がこう変わっていって、なんかそのずっとこう大陸の上に地面の上に立って移動してるけど、こう時差っていうのがどんどん変わっていく、なんかその時にこうなんかこうトータルで見た時に細切れになっていくここっていう、ここに生きるっていうことを記録どうしたら記録できるかなっていうことを考えました。まあで、まあ、その自分らがロシアとか何だろうサハリンとか通るっていう、まあ、石を運んでと大陸を通るっていうことで、まあなんかやっぱりそのまあ歴史的なことだとか、まあ北海道のアイヌの歴史だとか、まあシベリア鉄道だとシベリア抑留の話だとか、まあまあそういう歴史的な、ここで生きてきた人、ここで、これを作った人っていう、まあのが北海道にすごくつながってる部分もたくさんあると思うので、そういうことを、旅中に考えるっていう大きな機会になるかなっていう、まあそれを体験してアウトプットするっていうのが、できたらなと思ってました。なんかその歴史とか時間的な意味で言うと、その自分たちがデンマークで見つけた石っていうのは本当に何でもない石っていうか、特になんか高価なものでもないし、何か特殊した形っていうわけでもなくて、ごく普通のちょっと重たい石って感じなんですけど、でもそれが何かこう日本の石と、なんかその僕たちが知ってたその時間とかっていうものをその石になんかまあ託すというか移らせて、でそれでまあデンマークから今度まあワルシャ行って、ワルシャから日本まで帰ってくる時にいろんな人と出会うんですけど、まあ、その中でなんかその自分たちが運んできて何かこう遊んでるその大事な石っていうものを、なんかその旅で出会う人たちとか、なんかどんどんその石を、石の経験値をなんかこう上げていきたいというか、いろんな風景といろんな場所で石と関わることで、どんどんこうヒスロムの中でのこう時間っていうものを石にこうどんどん積み上げていきたいなっていうふうに思って、札幌での印象ま3人で札幌に行ったのは、今年の1月が初めてだったんですけど、まあその時に燃える沼公園とか、伝承鳩の鳩小屋、レースバトの鳩小屋とかを訪れたりしました。で出展が決まった時は、てか共同ディレクターがポーランドのアグネシカさんっていう、方になったっていうのは、なんかすごく僕らもそのずっとポーランドに関わっていて、ポーランドから、石を運ぶっていうプランを、考えていたので、まあなんか、ちょっとびっくりしました。まだ北海道というものを全然知らなくて、札幌もそうなんですけど、漠然としたイメージでちょうど1月に行ったと思うんですけど、
全然、なんかすごいもう雪景色なのかなと思ったら、あんまり雪がなかったりとかして、でもなんか例年聞くともうすごい雪って聞いてたから、なんかそのこう雪の感じとかもなんかもっと見たいなと思いました。あとなんか日差しがきつい、その大阪、僕らが住んでる大阪とか京都よりその光がすごい強い風に感じました。なんか僕個人的に北海道は数回幼少期の頃に来たことがあるんですけど、冬しか行ったことなくて、でなんか今回夏行けるわと思って雪のない北海道を楽しみにしてたところは あったんですけど、まあなんか芸術祭が冬開催っていうことで、大きくは制作期間が夏から秋にかけてなるっていうんで、まあその夏場と冬場、まあ夏場にその燃える沼公園だったり、まあ札幌でたくさんこう自分らの体を使って遊んだりする、まあ夏から秋にかけて、でまあ冬の開催で、まあまあ雪と雪の景色っていう、なんかそこを両方こうその差をうまく、展示等にも取り入れたらなと思ってます。なんかこう雪の下に埋もれてるこう雪が溶けて夏とかにこう生えてくる芝生とか、その光が強いっていうふうにさっき言ったんですけど、その光で見る芝生とかどんな緑色なんやのとか、なんかすごい楽しみだったんですけどね。そのちょうどポーランドの展覧会が終わったのが3月8に終わって、その3日後ぐらいかなに日本でいう非常事態宣言みたいな、まあ、ロックダウンに近いんですかねってなって、すごく大変な中なんとか帰ってこれて、帰ってきたと同時に2週間3人それぞれ自宅待機っていうことがあって、まあそれは従おうっていうことで2週間それぞれ3人家で待機していて、一つは今まで週6、週7すごく頻繁に会って集まって話をしたりしてたんですけど、ここ数年間ずっと、でもなんかそれが今回初めて途切れたっていうのは、まあ初めてでもないか、まあなんかこう3人が全く集まらないっていうのが途切れたのは初めてだったかなと。まあ各々なんかこれまでずっとヒスロムでやってた時間がまあ生活のほとんどになっていたんですけど、それがパッと時間が空いた時に、あ、なんかこれまでやってなかった、なんか選択しようと思ってもなんかできなかったことをなんかやってみようみたいな、だそれはまあ各々違ったりはするんですけど、そういう時間になんかしてった方がこのなんか少しネガティブな感じの時間をどうなんかよりいい時間になんか過ごせるかなみたいな感じで考えていました。